この運河をたくさんの船が行き交っていましたが、中川運河を行き交う船も減少し、今では1日に2、3隻とは言っても、この中川運河の景色をゆったり見るにはクルーズ船の速度がぴったりです。車や電車では味わえない船のゆったりとした運行をぜひお楽しみください。窓から入る暖かな光やエンジンの低音が気持ちよくて、うとうとと眠くなる方も続出しております。降り場を寝過ごさないようにお気をつけください。次に通過する橋が長良橋です。長良橋から北側の名古屋駅や笹島ライブ方面を見ると、そうだな。何の曲なんすかね。あれじゃ分かんねえな。名古屋港とつながっている中川運河は、中川口通船門という港門により水面の高さを一定に保っています。船が港室に入ったら、壁に書かれた目盛りにご注目ください。水位が変わる様子が確認できます。名古屋港と中川運河の水位は最大で 2.4 メートルほどあり、交代お願いします。パナマ運河と同じ仕組みです。ありがとうございました。先降りてる。ありがとうございました。長話してると嫌われるよ。ごめんなさい、私が話しすぎちゃって。いやいや、また僕がいろいろ船のこと聞いちゃったんで。一緒に乗ってくれんくなるよ。もう一人で帰れるって言われてますよ。船でゆっくり送るのが幸せだったんですけどね。しみりですね。帰りの便どうしますか。この後ユマの進路について母親と話すので電車で帰ります。それじゃ。ありがとうございました。ありがとうございます。川崎が担当してる時に来てんな。やっぱファンですかね。水通し終わりました。今日も来たらしいね、トランペットおじさん。あれはコルネットっていう楽器ですよ。詳しいね。私吹奏楽部の時コルネット演奏してたので。じゃあ曲もわかんの。あの演奏だとちょっと分かんないですね。三田村さん、以前お願いしてた海での操舵試験のことですけど。川崎さ、操舵中喋りすぎ。私はお客さんに楽しんでもらいたくて。いいんだよそういうの。操縦士は操舵に集中すれば。まあ人命第一、安全第一なんだよ三田村さんは。それは正しいけどさ、正しいだけじゃ楽しくないと思うんだよね。また檻を見て話し合ってみたら。俺らも話し合いたいんだけど、やっぱお父さん招待しない。
あの人は臆病な人なの。離婚して離れて暮らしてから卒業式も入学式もお母さんすら来ない部活の演奏会までこっそり見に来るくせに、舞台にいる私と目が合ったらそらしたりしてさ。そんなんだったら来なきゃいいのにさ。だから誘ってもどうせ来ないよ。来ると思うけどな。来ないね。せいぜい式場の周りをうろうろしてるだけだよ。工事の影響で一時運行を見合わせております。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、もうしばらくお待ちくださいませ。何の工事してるんですか？この辺りの工事は中川運河再生計画の一環で、いろいろなお店が建って、これからもっと賑やかでもっと楽しい場所になっていきます。聞こえてくる演奏はクルーズ名古屋の名物ともなりつつあるトランペットおじさんです。毎週この時間に船を迎えてくれます。正確にはあの楽器はトランペットではなくコルネットという楽器です。少しずつ上手くなっていく気がしたりしなかったりですが、毎週飽きずにやってきます。こんなところもクルーズ名古屋の楽しみ方の一つとなっています。大丈夫かあいつ。喋りすぎ。何回言わせんだ。お客さん喜んでましたよ。いいんだよ、ソーダだけしとけば。あの状況だし楽しんでもらった方がいいじゃないですか。客と接点が増えるとトラブルの元なんだよ。ちゃんと説明しないと分かってもらえないと思います。説明ってあのラッパの人を小バカにしたこともか。俺は見ず知らずの人のことで笑いを取るようなことは好かんよ。あの招待状さ、あの人にも送ろうかなって。どうせ来ないと思うけど、りょうくんがどうしてもって。私住所知らないからお母さんから出しといてくれる？招待状は。え、何これ。お父さんのこれかな。そうです。よかった。父がすいません、ありがとうございました。偉いね、いつもお父さんに付き合ってあげて。だってすぐに悲しそうな顔するんですよ。気使いますよ。それが偉いね。コルネットのおじさん、お父さんですか？なんで？顔。え、似てなくない？顔に出てた。はい。
力数。補修エリアに人？ごめん、残業なっちゃった。先電車で帰れる？ごめんね。ゴンドラの先導課ですよね。ゴメロだけど知ってるの？昔は5時になるとこの町で流れてね。あ、だからゴメロ。ゴメロが鳴ったら帰ってこいって。娘が小学生の頃も僕が小学生の頃もゴメロが遊びの終わりの合図だったんだよね。で、娘がゴメロを聞きながら歩きたいってしょっちゅう連れ出されて運河沿いよく歩いたんだよ。思い出の曲なんですね。活発な子でね。外に出るための口実だったんだろうけど、それでも嬉しくてね。いいっすね。で、その娘が結婚するっていうから、そのお祝いっていうか。あ、式で演奏するんですか？いや、式には出ないのよ。幼い時に離婚して、それっきりだから合わせる顔がなくて。別のタイミングで僕なりに何か伝えられないかなと思って。いや、でもこんなことして娘が喜ぶとも思えないんだけど、なんせ思い出が少ないからね。何をしたらいいのやか。結婚式、お父さん、結婚式出ましょうよ。いや、娘さん喜んでくれますよ。前の神さんがとっくに再婚してね。式に父親が二人いたらややこしいから欠席してほしいって。僕もそうすべきだと思ってんだよ。お父さんなんて呼ばれたの20年ぶりだよ。あ、じゃあ夜勤なんで迷惑かけたね。お父さん、諦めないでください。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。何しに来たの？
客だよ。乗ってもいいだろ。川崎さん、お客さんに失礼のないように。大丈夫です。先輩に迷惑かけんなよ。あまりくどいんだってやってることが、毎週毎週端でよくわかんないことやってさ、普通吹けるようになってから披露するのにまともに演奏もできないくせに意味不明すぎ。私に何か言いたいんだったら私の職場以外にしてよ。川崎さん、お客さんに失礼のないようにしてください。先輩に迷惑かけるなよ。親みたいなこと言わないで。これは私に来た。式には、式にはちょっと行けないけれど、行けないから直接伝えようと思って。ごめん。今日は申し訳ありませんでした。申し訳ありません。あんなことされたらさ、海に出るのはまだ難しいな。二度とないようにしますから。当たり前だろ。客を喜ばせるんじゃなかったのかよ。あのさ、何があったか知らないけど、父親が娘に毎週ラッパ吹きに来てさ、船まで乗って謝罪に来てるんだから、何か言ってやってもよかったんじゃないの。そういう時こそ持ち味出して喋りすぎてもいいんじゃないのか。三田村さんには関係ありません。ま、そりゃそうだ。川崎、ちょっと。ここのさ、今は使ってないチャンネル押してみたんだよ。これだったんだよ。聞いたことあるんだろ？ごめろ。お元気ですか？最近あの橋の上で見かけませんね。懐かしい曲を聴きました。よく運河沿いを散歩に連れてってもらったね。夕日を見ながら一緒に並んで歩いたのを覚えてます。あの時の散歩コースが今は自分の仕事場になってるなんて人生不思議ですね。
この手紙を読んでいる頃は海に出るための操舵試験の最中です。数年前から希望を出してようやく許可をもらいました。私にとって特別な日です。この前はごめんなさい。悲しませてしまったと思います。面と向かってうまくは話せないんだけど、私が言いたいのはちゃんと伝わってるってことです。いつもお父さんが後ろで私を気にかけてくれてること、ちゃんと伝わってます。私は大丈夫だよ。お父さんも前を見てね。それでね、コルネットのマウスピース口に合ってないと思います。拭きやすいものを入れておきます。一度試してみてください。それで結婚式は来るの？来ないの？美咲。